ポーコトブックインターナショナル SA とは、ポーコトブックブランドの電子ブックリーダーを販売している多国籍企業である。このブランドは2007年より、スタート、当初はロシア語話し向けだった。本格的な販売は2008年終わりで、当初は台湾の OEM 製造企業であるネトロニックスが生産していたが2010年夏からは、フォックスコンが生産している。このように、 ハードウェア生産は外部委託していて、ポーコトブック自身は設計とソフトウェア開発に注力している。既存のファイルコンバーターを使うことで多くのテキストフォーマットに対応している。また、store.obreey.com, bookland.net 電子書籍販売店に対応することでデジタルメディアに関連する法律の遵守をアピールしている。 2011年9月、フォックスコンから年に200万台生産できる新たな工場を沈借した。2011年アメリカ合衆国でオフィシャルショップを20店舗展開する計画を発表したが公式な情報では実際に開店したのは3店舗に止まっているという。加えてロシアやウクライナでは主なショッピングモールを中心に十数店舗出店している。 2012年ハルキウにある1店舗を店舗戦略の見直しを理由に閉鎖した。すべての現行デバイスは壁のコンセントで充電できるが、PB の機種でできるのは LCD 搭載機種のみである。また、USB ケーブルなどで充電できる機種もある。メニューは20個と5以上に対応しているが、読書では事実上アジアン言語を含めどんな言語でも表示できる。 英語と24語の欧州言語間でのテキスト翻訳も可能である。オックスフォードやアビーリンボの辞書が store.obrey.com や booklant.net からダウンロードできる。2010年末時点でプロシリーズにおけるテキスト読み上げ機能は22個ともに対応している。最初に発売された液晶モデルであるアルミニウム製のフレームに プラスチック製のケースが使われている。現在 Android 2.11にアップグレードが可能で、Android のルーティングファームウェアも2011年の時点で配布されていて、ユーザーが Android の Linux サブシステムにおいて、ルートアクセスと呼ばれる特権を得ることができる。ポーコトブック A10 タブレットコンピュータで2011年のインターナショナルファンクーステレオンベルリンで初めてお披露目され、 この特徴的なデザインは IT エキスパートと称された。テキスト読み上げ、インターネットブラウザ、電子メールクライアント、オーディオプレイヤー、ビデオプレイヤー、光るキーボタンといった機能が搭載された。ほとんどの機種にいいインクの電気営動インク技術が使われている。第3世代ビスプレックスディスプレイ技術によって利便性のある読書や消費電力の抑制を実現している。 バッテリーも充電なしで7000から14000ページ読める容量である。e インク端末は、清みのページを表示するときにおけるバッテリー消費が小さく、めくったページ数によって通常バッテリー使用量が決められており、16階調のグレーで白黒画像を閲覧できる。報道によると、処理速度がポーコトブック360の2倍で、 CPU もラムもディスプレイもより早い仕様になっていて、2010年の電子書籍リーダーにおいて最も早い端末の1台となっている。また、E- イ,インクとサイリーダールーム2のような 3D ゲームがプレイ可能であることが注目されている。またバッテリーの素材も従来と異なっている。ポーコトブック 360-301-302&360。ありがとうございます。